カスパーゼとは、細胞にアポトーシスを起こさせるシグナル伝達経路を構成する一群のシステインプロテアーゼである。システインプロテアーゼは、活性部位にシステイン残器を持つタンパク質分解酵素であり、カスパーゼは、基質となるタンパク質のアスパラギン酸残器の後ろを切断する。カスパーゼという名は、システインアスパルテイトスペシフィックプロチアーゼを略したものであり、 アスパラギン酸特異的システインプロテアーゼとも呼ばれる。英語の発音はカスペースである。カスパーゼは他のカスパーゼを切断し活性化するというカスケードの形で機能する。またある種のカスパーゼはサイトカインの活性化を通して免疫系の調節にも関与している。アポトーシスは正常な発生の他、ガンやアルツハイマー病などの疾病にも関係があることから、 1990年代半ばに見出されて以来治療のターゲットにもなり得るものとして注目されている。カスパーゼがアポトーシスやプログラム細胞子に重要であることはセンチューシーエレガンズの発生過程で起こる細胞子にセドマイナス3遺伝子が必要であることを発見したロバートホロビッツラによって初めて確認された。ホロビッツラは1993年に セドマイナス3遺伝子にコードされるタンパク質が、哺乳類のインターロイキンマイナス1、ベータ転換酵素に似た性質を持つシステインプロテアーゼであることを見出した。続いて哺乳類や他の動物でも他の種類のカスパーゼが見つかった。同じ分子に別の研究者が別の名を付けることが多くなったため、この分野の研究者が1996年にカスパーゼの命名法を決定した。 カスパーゼは発見順に番号が付けられ、最初に発見されたアイスはカスパーゼマイナス -1 となった。しかし戦中でアポトーシスに関わるセドマイナス3遺伝子に似ているのに、アイスの主機能はアポトーシスでなく炎症の誘導とされている。カスパーゼの構造と分類黒い矢印は活性化によって切断される部位。P20 の右端近くの黄色い丸は 活性中心のシステイン残機。括弧書きで示したカスパーゼ -11 と12は人ではまだ見つかっていない。カスパーゼは線中から哺乳動物に至る多細胞動物に存在するタンパク質である。哺乳動物ではカスパーゼ -1 からカスパーゼ -14 までの14種類が見つかっており、これらはカスパーゼファミリーと総称される。 このうちカスパーゼマイナス -11 と12はマウスのみで発見され、カスパーゼマイナス -13 は牛でのみ見つかっている。大部分のカスパーゼはアポトーシスの誘導に関与しており、これらはアポトーシスの誘導の比較的初期に関わるイニシエーターカスパーゼとアポトーシスの実行そのものに関わるエフェクターカスパーゼの2つのタイプに対別される。イニシエーターカスパーゼには、 カスパーゼマイナス8、マイナス9などが該当し、アポトーシスのシグナル伝達経路の上流からの開始シグナルを受け取って活性化され、不活性型のエフェクターカスパーゼを活性化する役割を持つ。エフェクターカスパーゼには、カスパーゼマイナス3、マイナス7などが該当し、イニシエーターカスパーゼなどによって活性化され、細胞内の他のタンパク質を分解して、アポトーシスを起こさせる。 また、カスパーゼマイナス1、マイナス4は、むしろサイトカインの活性化を通じて、炎症誘導に働くのが、主な役割だと考えられている。カスパーゼマイナス14は、皮膚の保湿に、重要な役割を果たす、フィラグリンをいくつかのペプチドに分解し、角質細胞ではセラミドによって発現が刺激される。カスパーゼマイナス14は、炎症性サイトカインによって、 メッセンジャー RNA が減少する。アトピー性皮膚炎や感染、接触性皮膚炎では発現が減少している。カスパーゼ -11 はグラム陰性細菌に対してトライフ経路を介して活性化され、NLRP3 と共同してカスパーゼ -1 の調節とカスパーゼ -1 依存細胞死に関与する。また、レジオネラ属レジオネラがいる食法に限って リソソームとの融合を促進し、感染防御に働く。カスパーゼ -11 の人でのホモログ、カスパーゼ -5 も同様の働きをする。カスパーゼファミリーは分子量約3万から6万程度のタンパク質である。これらはいずれも、細胞内では、まず高素活性を持たない不活性型の染物体として合成され、その後、他のプロテアーゼの働きによって切断される。 すなわち翻訳語就職を受けている、タンパク質である。この切断部位はいずれのカスパーゼにも2箇所存在しており、この部位を境として N 単則からプロドメイン P20、P10 と呼ばれる3つの領域に分けられる。このうち P20 と P10 がカスパーゼのタンパク分解酵素活性を担っており、これらが切断された後で2個ずつ解合したものが、 活性型のカスパーゼとして働く。活性中心のシステイン残基は P20 の C 末端の近くに存在する。P20 と P10 はそれぞれカスパーゼファミリーに共通した相当性の高い領域である。ただしカスパーゼの種類によって切断の際に認識するペプチドには若干の違いがあり、その認識の得意性は高い。例えばカスパーゼマイナス3はデブド、 カスパーゼマイナス8は、アヤトドというアミノ酸配列を特異的に認識して、最後のアスパラギン酸の部分で切断する。このカスケード反応の開始は、それぞれのカスパーゼに対する特異的な阻害剤によって阻害される。プロドメインは、カスパーゼの種類ごとに大きく異なった構造を持ち、イニシエーターカスパーゼは、エフェクターカスパーゼよりも大きなプロドメインを持つ。 カスパーゼマイナス9、マイナス2、マイナス1、マイナス4はカードと呼ばれる領域を、カスパーゼマイナス8、マイナス10はデッドと呼ばれる領域をそれぞれプロドメインの中に有しており、これらの領域を介して他の分子と相互作用することでカスパーゼの活性化の調節が行われている。他のカスパーゼのプロドメインの機能についてはよくわかっていないが、 カスパーゼの活性化調節に何らかの役割を果たしていると考えられている。カスパーゼカスケードとアポトーシス多細胞動物の細胞は発生の過程で、あるいは X 線や抗がん剤など DNA を損傷するストレス刺激や細胞へのウイルス感染や眼化させる刺激など様々な刺激に対する生態防御機構の一つとして、 自らアポトーシスを起こして自殺する機構を持っている。カスパーゼファミリーは複数のカスパーゼが順に活性化されていくカスパーゼカスケードと呼ばれる一連のシグナル伝達経路を形成しておりアポトーシス誘導刺激に反応してこのシグナル伝達が行われることで細胞にアポトーシスが誘導される。ほとんどのアポトーシスはこのカスパーゼカスケードに依存して誘導されるものであり、 カスパーゼに対する阻害剤で細胞を処理することでアポトーシスの進行そのものが阻害される。ただし一部にはカスパーゼに依存しないカスパーゼヒーゾンアポトーシス経路も存在することが知られている。アポトーシスを誘導するストレスには様々な種類があるためそれを感知するための機構もいくつかに分散され細胞には複数の異なるカスパーゼカスケードが存在している。 カスパーゼカスケードカスパーゼカスケードにはが存在する。それぞれについてそれを担当するイニシエーターカスパーゼは異なるがいずれの場合も最終的には同様にエフェクターカスパーゼであるカスパーゼマイナス3、マイナス7、マイナス6が活性化される。いずれのカスパーゼカスケードにおいてもシグナル伝達の基本的なメカニズムはほぼ同様である。 カスパーゼは最初は不活性な染具体であるプロカスパーゼとして合成され、この形で細胞内に存在している。アポトーシスを誘導する刺激が細胞に加わると、イニシエーターカスパーゼのプロドメインに結合する分子との相互作用が変化し、その結果、イニシエーターカスパーゼ分子が集合体を形成する。 この集合体の形成によって同じイニシエーターカスパーゼによる切断を受け活性型へと変化する。活性化したイニシエーターカスパーゼは次にエフェクターカスパーゼを切断して活性型に変化させる。そしてエフェクターカスパーゼは最終ターゲットになるいくつかの細胞内タンパク質を切断、分解する。これらの標的タンパク質には 細胞が形を保ち生存していくために重要な役割を持つものが含まれており、これらが分解されることが最終的に細胞の死につながると考えられている。このカスケードが開始すると性のフィードバックが働き細胞はアポトーシスを避けられなくなる。例えば活性化されたカスパーゼマイナス9はカスパーゼマイナス3を切断、活性化し、このカスパーゼマイナス3は ターゲットのタンパク質を切断する一方で、カスパーゼマイナス9をさらに切断し、カスパーゼマイナス3自身をさらに活性化することになる。カスパーゼの最終ターゲットには、核内のラミン、アイキャド、DFF45、ポリリボースポリメラーゼ、パック2などがあり、これらの分解によって細胞がアポトーシスを起こすと考えられているが、アポトーシスに伴う細胞の生化学、 形態学的変化にそれぞれどの程度寄与しているかは明らかでない。ただしアイキャド、DFF45 については、これが通常時には DNA 分解酵素カナダドルを抑制する機能を持つことが明らかになっている。カスパーゼによってアイキャド、DFF45 が不活性化されると、その抑制を逃れたカナダドルが核内に入り、DNA を断片化することで、 細胞子が誘導されると考えられている。アポトーシスに特徴的な現象の一つである DNA ラダーの出現にはこの機構が関与していると考えられている。ありがとうございます。